まずスタートですスタートはまずは1番車ですね地元の松井光雄選手が取りました松井光雄選手が取りますとねここは期待選手ですね地元勢です4番1番9番和田健太郎選手がその後ろ固めますね南関東のラインが前です やはり北井選手、初日から、ねえー、先行していますので、ねえー、非常に強いレースをしていますので、えー、前を取ればここは突っ張り先行というのは、えー、十分考えられますよね。えーまあ、やはり旗団選手も不気味ですし、ねえー、位置を、ね、取りに来られてしまうと、えー、ちょっと部が悪いのかなというところなのでこれは前を取れば。 外ゼリであれば、ね、ある程度スピードが出ていれば外は苦しいですからねここは狙われても大丈夫なのかなという位置だと思います4番1番9番です期待選手に松井選手和田健太郎選手ですねそして6番2番旗田選手に南選手ですね旗田選手も非常に素晴らしいレース2着2着のレースをしています積極的にシビアに戦っていますね ヤミ選手も2日間抜群の動きをしています一着一着です、えー、昨日は短期のレースでね、えー、内をついて、えー、和田健太郎選手をさばきながら期待選手もかわしましたからね、えー、非常に素晴らしい走りをしていますね上山選手が短期でその後ろをついています、えー、そして後方ですね、えー、8番3番佐々木剛選手に小倉隆二選手 やはり佐々木選手も2着1着で勝ち上がっていまして昨日は前を取って引いて松井虎生選手の先行7番手からまくり切りましたからねここは北井選手をどのような形で攻略するかなというところなんですけどもやはり、こうなってくると残り2周のラインをめがけて一気に上から加速するしかないんですけども北井選手がそれに気づいていて車間を空けながら突っ張る体勢にいますのでねここは 叩けませんでしたね、えー、北井選手が残り2周半かばから全力で、えー、ここは松井虎生選手和田、えー、選手を突っ張って引き出したんですけども、まあ、ここで、えー、打賞でね畑田選手が前に番手に追い上げてきましたねですけどもやはり加速してましたので畑田選手も、えー、非常にきつかったと思います。4番手に入り直しましまた えー、そして、畑壇選手4番手に入り直したんですけどもまたすかさず、ね、ここは仕掛けていくので畑壇選手のガッツというのはやはり後ろについている南秀司選手の、ね、存在も大きかったのかなと思います南選手もすかさずその内側からまくりに行ったんですけども引きつけていた松井虎生選手がそのままスパートそして和田健太郎選手とワンツーでしたね3着には3番の小倉隆二選手が入りました。 1>, 1番、9番、3番という形でゴール決着ですね、非常に素晴らしい、えー、地元勢の走りでしたね。